はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本日は新しいゲスト、上本さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。はい、お願いします。はじめまして。はじめまして。2021年はじめましてっていうことですかね。おめでとうございます。はい。はい。まあ、年収チャンネルでは普段、大変ですけど、ストックさんチャンネル久々だね。結構、かなり久々な気がしますね。こっちは俺がメインで頑張ってるチャンネルだから。チャンネル登録。知らないよ。俺の庭にようこそ。六本木とか、西麻布で飲んでると、IT 系の人が結構いらっしゃるわけです。だいたい年収チャンネルよりストックさんチャンネル見てますって言われることが多いね。なるほどね。マニアックですからほとんどの人には意味のない動画なんですけど、今回ですね、1本目上本にしたのは、別に上本が年収チャンネルがどうこうとかではなくて、ちょうど今 YouTube 市場がいろいろホットになってきているというところで、最近はまあ仕事の話はしないんですけど、どんな感じなんですか？クライアントさんとか結構たくさんいらっしゃると思うんですけど。今、25案件ぐらいかな、多分案件ベースで。すごいね。もちろん1クライアントさんの中で3案件回ってるとかっていうのもあるので、案件ベースになるんですが、クライアントさんでいうともう少し減るっていう感じですかね。どういう系の案件が多いの？まあ一番多いのは YouTube と、あとは単純にその企業のマーケティング全般やってほしいみたいなのと、店舗だったりを立ち上げたいからみたいなののそのマネジメントだったりとか、割と多岐にわたるっていう感じですね。クライアントさんごとにオーダーも違う。そうね、なんか良くも悪くも幅広くやらせてもらってるっていう感じかな。他のねパートナーさんとかだったらこの領域が結構ありますみたいなのがあると思うんですけど、まあ強いて言うなら YouTube だけど割と幅広いな、広告運用とか含めてっていう感じですね。俺のイメージだけど YouTube チャンネル構築がまあ一番得意で、あとは店舗系のクリニックとかそっち系の店舗の集客も結構メンバーが強いのがいるから、そこも得意としてて、あとはなんか他はもやってないけどリアル店舗の立ち上げをちょっとこう物件選定とか得意じゃんみたいなところでマネジメントしてるみたいな、なんかそんなイメージ。そうね、すごいごくわずかな事例だけどね、定期的に起こるイベントですね。で、まあ、今回ちょっと話を深掘りしていきたいのはやっぱり YouTube かなと思ってて、で結構前から YouTube はまあ法人はもう1社につき1個作った方がいいぜみたいなことはずっと発信してるじゃないですか。で実際まあお客さんでも多分数十社ぐらいはクライアントさんの YouTube チャンネルを作ってると思うんですよ今。実際作って後悔しているところは僕の体感ですけどほぼゼロで、確かに数字の伸びに悩んでいるところとかっていうのはちらほらいるんですけれども、ただなんかこの再生数でこんなに反響ってくるもんなんだねっていうリアクションが大多数っていう感覚なんですよね。ああ、なるほどですね。まあそれはあるかな。登録者で見ると割と例えば3000人とか、で3000人って聞いたらこうすごいねって言われるよりか、あ、まだ3000人なんだねって言われることが多いものの、中を開けてみると問い合わせ数とか結構来てるとかっていうのはあって、まあそこは大きいかなと思ってます。あとはよくプロジェクトメンバーとも話してるんだけど、結局登録者っていうのも大事なんだけど再生数っていうところも大事だと思っていて、再生数がすごい伸びたタイミングで問い合わせってやっぱりバーッとくるわけですよ。の割に登録者に跳ねない可能性とかっていうのもあったりするので、一概に登録者だけで見なくてもいいのかなとは思ってるっていう感じですね最近。確かに再生数がもう本当広告だからね、しかも自発的にクリックする広告だから、一種リスティング広告でなんか1万再生だったり1万クリックされてるようなものだと思うので、かなり広告効果は強いっていう感覚は、だいぶ強いと思いますね。リスティング広告 CPC100 円で1万再生クリックされたら100万円かかるものが、まあ、バズると100万円分の効果があるよみたいな、そんな感じなんですけどね。そうですね。なんで最近だと例えば 5,000 人ぐらいのチャンネルで再生数10万超えた動画とかがやっぱ出てきたりして、登録者以上の再生数っていうのが出るっちゃ出るので、そういう意味でやっぱり YouTube はすごくコスパがいい広告施策になってくるかなっていうイメージはありますね。SEO の方がアップデートが続いて、第三者メディアとかドメイン配下以外のオウンドメディアっていうのが集客効果がかなり薄まってきてしまったと。で、まあ広告も結構こうね、どこの企業も出すようになってレッドオーシャン化しているっていう状況で、もちろん事業ドメイン配下でやってるオウンドメディアまだ伸びてるんだけど、まあ、結構 SEO がしんどくなってきていると、ざっくりね。でそこで事業会社のドメイン配下でオウンドメディア作ると、要はまあ比較記事だったりとか、まあ見てる人で分かる人には分かると思うんですけど、まあ、作れないわけですよ。例えばなんか僕の会社は化粧品会社だったとして、化粧品 A っていう会社だとしたら A と B の比較みたいな記事は僕の僕の会社の A のサイトの中では作れないわけですね。当たり前なんですけど、そんななんか A の会社が A と B 比較して A の方が良かったなんていうのはもうモラルのかけらもないわけだし、買ってる人からしたらなんだそれみたいな話になっちゃうんで、でも元々アフィリエイトサイトとかオウンドメディアってそういうのを第三者的な感じで作って、で自分のところに持ってこようってしてるやり方がメインだったわけじゃないですか。で、そうするとそのやり方が通用しなくなったと。で、まあ YouTube も多分ね、アルゴリズムが改修されてったら最終的にできなくなるとは思うんだけど、今だから YouTube にそういうのが流れちゃってる感じがするし、今 YouTube でそれが結構取れるから、まあなんか化粧品コンシェルジュみたいな、美容系 YouTuber みたいなのが勝手に作って、この子が、これが良かった、これが良かったとか言って、それがね、やっぱね、1000再生とかでも、まあ、売れるわけですよ、バカスコ。だから1000再生なんて、まあ YouTube やってる僕からしたら結構簡単じゃないですか。っていうのもあって、各ジャンルに特化した、まあ第三者オウンドメディアの YouTube 特化版みたいなのがめちゃくちゃ需要があって、そこに予算投下するのが一番資産性もあるし、ずっと続くしね、登録者はね。っていうので、クライアントから人気のメニューとなっていると。で、まあ僕らも年収チャンネルね、もう3年ぐらいか。そうね、もう3年ぐらいになるかな。うん。もう YouTube もずっとね、管理画面だなんだって見続けてるから、やっぱもう歴史をずっと知ってる感は、僕には結構自負があって。はいはいはい。だからやっぱ、クライアントさんのなんか、あ、これはこんぐらいの再生数になるだろうなとかって結構読めるようになってきたよね。出す前に。っていうのもあって、まあ YouTube のチャンネル構築が結構増えてきて、で、まあ、僕らが言っていた、当初に言っていた再現性みたいなところも、まあ1年かかって、登録者はあんま関係ないけど、まあ1年で5000人とかは結構大半のチャンネル行くようになってきて、ね。なるほど、そうですね。で、まあ僕が出てる内定チャンネルとか、それこそ就活トークとか、フェリーチチャンネルとかっていうのをまあ全部こう数千人以上はもう行くようになったし、ニッチなジャンルというか、業種に特化したチャンネルで数千人っていうのは固くなってきてるし、まあ今この場ではあんま出せないけど、他にもね20チャンネルぐらいもやってて、ほぼ全部のチャンネルが数千人登録以上はもういっていると。再現性かなりあるよねっていうのが、まあ僕らの今の感覚だよね。まあそうっすね。俺と上本でもさ、企画の作り方ってさ、ちょっとやり方違うと思ってまして。はいはいはい。俺結構なんかもうめっちゃぶっ飛んでるやつやればいいんじゃねみたいな、そういうタイプで、上本は再現性にこだわる、ちょっと固く伸びそうな企画を連発するのが好きなタイプ。そうだね。爆発させるっていうよりかはしっかりと伸ばすっていう方に最近重きを置いていて、まあそういう意味では再現性のある企画作りっていうのはやってますと。結局 SEO とかでもやることは多分変わらないんですよ、メディアを作るって。検索ボリュームがどうとか、キーワード需要がどこにあるかとか、分類してどうまとめるかとか、切り口どうするかみたいなのをわちゃわちゃわちゃっと最初に設計して、で競合を調べて、で競合とさらにそれを照らし合わせて、一連のコンテンツとしてこういうものを作りましょうみたいなのを最初に出しますと。でその一本一本の企画に対して、じゃあどういう形式で撮っていくかみたいなのをあとは決める。それが決まったらそれに内容を合わせて具体的な中身のコンテンツを作っていくっていう、ただそれをずっと繰り返すだけっちゃだけなんですよね。でなんかその形式のところが結構俺個人的にはこだわった方がいいのかなと思っていて、そのキーワード洗い出しとかまでは割とできるっちゃできるんですけど、まあ YouTube って結局やっぱ動画メディアなので、話す方がいいのか見せる方がいいのか、じゃあロケがいいのか対談がいいのかって、それぞれの企画によって変えるべきであって、本当は最近のビジネス系の YouTuber ってまあやっぱりもう年収チャンネルもそうだけど、みんな対談か一人語りなんですよ。本当にそれでいいのっていうのは僕は常々結構考えていて、それじゃあ情報として足りないんだったらロケに行った方がいいし、現場に行った方がいいしっていうのを絶対やった方が本当はいい。まあそうね、やってて思うけどさ、この動画伸びなかったらコスパめっちゃ悪いなっていう動画、要は結構頑張った動画って大体伸びるんだよね、トークで伸ばすこともね僕らは結構できてるんですけど、やっぱ一般というか普通の方がやってもなかなか伸びなかったりするから、まあやっぱちゃんとロケだなんだっていくと何やかんやっぱ伸びるよね。そうなんですよ。あのね、トークで伸ばすってねほぼね無理だから。そうだね。そんなにやっぱり昔も誰だかおちゃんかなんか誰か言ってたけど、自分のトークにそんなに価値はないっていうのは思っといた方がよくて、でまあ僕もすごい失礼な言い方だけど、クライアントさんにもやっぱそれは伝えるんですよ、トークに価値はないのでっていうのは。でそれを前提とした上で企画をやっぱり組まないといけないので、そこのテコ入れだったりとかっていうのをいかにやりきるかっていうのは、やや泥臭い部分ですが YouTube を伸ばす上では最近大事だなっていうのを感じてるっていう感じですね。だから年収チャンネルでさ、ザコマチック天国、あれ俺がさ考えた企画だけど、まあ再現性がないというか、もう続かないわけですよ。もうロケ行くの大変ってなっちゃう。まあ、ただまあ伸びでなかな何十万とかいった気がするんけど、で例えばじゃあ直近で言うと株株企画みたいなのって見てる人はお金持ってる層が多くて、でかつ何度もこう帯企画みたいな感じにできるみたいな、これは上本らしい企画だったよねみたいな、なんかそのカラーがもちろんあるんですけど、実際ロケ行くと予算もかかるし工数もかかるし、かつなんかこう月に何本更新するっていうのは再現性が高くないと続かなかったりするんで、 YouTube の企画会議ってね、こういうのやったら面白いんじゃない、こういうのやったら面白いんじゃないって、みんななんかその場の1本2本はみんな出てくるんだよね。でもじゃあそれ本当に毎月やり続けられるのってなった時に、やっぱそこは経験者じゃないと途中で頓挫してしまうみたいなことは往々にしてあると。そうなんです。面白そうな企画はね、ブレストベースでね、いっぱい出てくるんですよ。いっぱい出てくるんだよね。いっぱい出てくる。あれやったら絶対伸びる、これやったら伸びる、ただそれをじゃあやりきる体制を整えるか、それが続かないんだったら、じゃあ事前策としてやりきれるものをどうやりきるかっていう設計をいかにするかっていうのがすごい重要かなと思ってて、クライアントさんもやっぱりこうあれやったら面白いんじゃないか、これやったら面白いんじゃないかっていうのはあるんですけど、体力的に厳しい部分はやっぱりある。確かに。という感じで、まあちょっとダラダラと YouTube いいよねって話をしちゃったんですけど、まあよく聞かれるんで、もう先に費用をざっくり言っちゃうと、で YouTube チャンネル作りたいってなった時に何が必要かっていうと、まず企画は誰がやるのか、まあ、企画だとディレクションですよね、キャスティングとかも含めてなんですけどっていうのと、演者がどっちがどう出すか、まあ、2人なのか3人なのかで、あとは撮影編集、まあ、大きく分けてこの 4つをどっちがそれぞれ出すかみたいなところにはなってくるわけなんですね。でこれを全部まるっと即さんにお願いってなった時に、次じゃあ月に何本撮るかによってちょっとだいぶ差は出るんですけど、ざっくり800万年間でから2000万ぐらいのレンジであることが多いです。中には3000万4000万かけて企画がっつりやったりとか、あとはなんだろう、人気 YouTuber とかインフルエンサーとかをキャスティングして作りたいっていうところも結構あったりするんで、レンジで言うと僕らだと700から4000の間みたいな感じで、それをなんか今まで使ってた広告機っていうのをこっちにスライドして、もうリスティング広告無駄だから YouTube チャンネル構築にちょっと当てるわ、1年後これが伸びたらリスティング広告の費用がっつり下がるんだよねみたいな感覚でやられる方が非常に多いという感じですね。あとこれだけちょっとお話をしておきたいんですが、ある程度自分でトライしてみるっていうことに価値はあるんですが、トライして失敗した状況からの巻き返しって YouTube ってめっちゃ難しいんですよ。なんで YouTube の評価アルゴリズム的な話になってくるので、詳しくは割愛する部分もあるんですが、結局今のチャンネルがじゃあうまくいってるかいっていないか、いってるものの方がユーザーが時間を使う可能性っていうのは高いわけですよ。例えば見てくれてるチャンネルとかね、でそこで失敗しちゃって沈んじゃってるチャンネルって、早い段階ならいいんですけど、だらだらやり続けて沈んじゃってるものってペナルティ食らってる可能性があって、そっからの巻き返しって結構難しい。要は関連動画とか表示されづらい、要はバズりづらくなってる、チャンネルの評価がブラウジングにも関連動画にも載らないっていうような状況になってくるので、そっからの脱却に結構時間を使うことになります。なので、相談いただくのであれば早めの方が初動もいいし、かけた費用に対する回収っていうのも良いかなと思っています。なのでそれをまあメインで受けてるのが上本になってくるんで、もしご興味があれば概要欄から上本宛てに上の具いただけると、上本の下にめちゃくちゃいる動画ディレクターと一緒に上本がご連絡いたします。我々上場企業の YouTube チャンネルとかも結構作ってるんで、どんな企画も硬いの柔らかいもの対応できますのでぜひご連絡ください。はい、こんな感じ。ありがとうございました。